こんにちは、コージーです。ご視聴いただきありがとうございます。今日もお休みだったのでちょっとお買い物をして、その後お墓参りに行った時に帰りに急に低血糖を起こしてしまって、で何か甘いものを取らなきゃと思って、すぐ近くにあった米田コーヒーに駆け込みました。今日は久しぶりに米田コーヒーでランチしました。この低血糖の症状たまに出るんですけれども、いつもはブドウ糖を持ち歩いてるんですよ。だけど今日バッグに入れるの忘れてて、もう慌てて米田コーヒーに入ったんですけど、この甘いコーヒー飲んだらちょっと落ち着きました。原因がわからないんですよね。検査しても特に悪いところなくて、ただ単にお腹が空いてるだけなのかな、食切れってやつですかね。ちょっと落ち着きました。もう甘いもの入れると本当すぐ良くなるんですよ。スーッとこう冷や汗とかいっぱいかくんですけど、それもねスーッと収まるし、何なんでしょうね、よくわかんないんですけど、でもまあお腹ペコペコなので、お料理来るまでお豆食べて待ちます。このあとお買い物に行くんですけど、食材を買いに行くんですが、この低血糖の状態で買い物するともう恐ろしく食べ物買っちゃうんですよね。今こうやってご飯先に食べとってよかったです。お腹落ち着かせてからでないと、もうめっちゃ買い物してしまうので。でもお腹いっぱいになったらなったで、今度は何にも欲しくならないんですよね。困ったもんだ。皆さん低血糖とか起こしたことありますか？びっくりする、急に来ますからね。急になんかあれちょっとフラッとするなと思った途端に、もう背中がびっしょりなるぐらい汗かいて、でこう意識朦朧としてくるんですよ、ひどくなると。だからそうなる前に甘いもの食べて落ち着かせておかないと、もうねその意識朦朧とした後、落ち着いてもその後がすっごくだるくって、もう横にならないとダメないぐらいなんですよね。あ、お料理来ました。今日はトーストしたミックスサンドにしました。もうねボリュームやっぱりすごいですよ。とむつ切りにしてもらいましたね、小さくしてもらったんですけど、もうね食べきるかな。卵がたっぷり入ってます。おいしい。
無事完食いたしました。ごちそうさまでした。美味しかったです。今日100均でセリアで買ってきたものをご紹介すると、6月いっぱいで退職するので、退職のお礼、職員の皆さんにちょっとしたものを配ろうと思って、その時にメッセージカードをつけようかなと思ってそのグッズを買ってきました。ね、もうね、可愛いのがいろいろあって 目移りするんですけど、まずメッセージカード、これ封筒と、ミニ便箋が一緒になってるやつ、これね5枚セットなんですよ。こんなちっちゃいの、これを1、2、3、4、5、6、30枚、30人分で、ちょっとまだ足りないので、これもこれね、封筒の形になってて開けたらメモできるやつ、これが12枚で、まあ足りますね。35人分ぐらい作らないといけないので、これ、ね、残念ながらこっちは30枚しかなかったんですよ。 6個しかなくて、でそれにこうペタって貼るなんかシールをと思ったんですけど、かわいいこのレースのテープがあったので、これをペタッとちっちゃく切ってペタッと貼ろうと思います。でメッセージカードもなんかこう普通の黒じゃなくて、ちょっと色のついたボールペンないかなと思って探してたら、こういうの見つけたんですよ。そしたらね、これ4色あって4色とも買っちゃいました。バカですよね。まあ好きなので、こういうの全部シックな色合いのボールペンです。こうサラサラって書けるやつでしょ。で、あとこれはちょっと関係ないけど、マスキングテープ、これ充電用のコード、いろいろこう携帯やらカメラやら充電用のコードあるんですけど、もうわけわかんなくなって、これでマステでまとめてっていうか、ここに何々用って書いて区別しようと思う。もうすでにわけわかんなくなってるんですけど、あと修正テープ、まあ、このメッセージカード書くときに絶対間違えそうな気がするので、とりあえず買っときました。もう切れてたし、以上です。もうね、買うよね楽しいですよね。ラッピングコーナーとか、ああいう文具コーナーとかとすごく楽しくって、もうどれも欲しくなるんですけど抑えました。それでも1,200〜1,300円買ってるので、これでこうちまちま皆さんにメッセージを書こうと思います。はい、今日の動画はここまでです。最後までご視聴くださってありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。